そろそろちょっと挨拶だけさせていただこうかなと思ってます。ちょっと、僕がここに立っているので、前にこう回る感じでこっち側に来てもらっていいですかね。公園の中に、あ、ドラム隊はいいか。公園の中の方にお願いします。はい、今日は、ちょっと雨も降るかもしれなかったんですけども、まあ結構もう多分降らなくて、割と気候もいい感じになってきて本当に良かったです。心配してたんですけど、今日皆さん来ていただいてありがとうございます。主催の、新しいグループなんですけど、エキタスと言います。でこれはラテン語で公正や正義という意味で、一番若い子がこの名前を付けてくれました。僕らグループの中で一番若い子が付けて、はい、よろしくお願いします。で、この最低賃金上げろデモっていうのは、あ、聞こえてますか？大丈夫ですか？後ろの方の人大丈夫ですか？すいません。この最低賃金上げろ、大丈夫かな、すいません。最低賃金を上げろっていう、1500円にしろっていうイシューなんですけども、ちょっとだけ説明させていただきます。まあ、そんなに全然難しい話じゃないんですけど、まあ、この間、まあ、日本で格差と貧困が拡大したっていうことが言われて、久しいと思うんですけども、非正規労働者の増加やだったり、ブラック企業の問題ですね、本当にしんどい社会になっていると思います。特に、若い人たちですね、僕みたいな若い人たちにとっては本当にしんどい社会です。学生ももう就職難、ずっと就職難で、ずっと大変で、就職できないと。で僕の友達なんかは幼馴染が就職自殺してしまったってことで、すごい重い、悩んで、自殺する人たちがいたというので、その友達の顔は忘れないないですね。で、僕の大学の先輩の人らとかもですね、就職してももう長時間労働でずっと辞めたい辞めたいって、もうなんかこの社会おかしいんじゃないかっていうことですね。で最低賃金上げてそれで普通に生活できるようになれば、だいぶ楽になるんです。本当にだいぶ楽になります。ではっきり言ってもう今の状況には僕らは疲れてます。でもう我慢しなくていいですよね、そろそろ。はい、でちゃんと状態に希望を持てる社会にしたいと。でそれってめちゃくちゃ当たり前のことだと思うんですよ。ちゃんと将来に希望を持ちたいっていうのは、はい、でそういう社会にしたいってことで、このグループを作りました。で、まあ、この中でたとえ自分自身はある程度恵まれてるっていう方がいたとしてもですね、その友達やったり家族、親戚、まあ、いつも使ってるコンビニのスーパー、コンビニやスーパーの店員さんやったりお世話になってる人がやっぱり最低賃金で働いてたりするんですよね。で最低賃金に近い中で生活がすごいしんどいっていう人がもう本当にいっぱいいると思います。だからそういういろんな人の顔を浮かべながら今日は歩いてほしいなと思ってます。はい、それでちょっと軽い挨拶ですけどよろしくお願いします。今日は、あ、ごめんなさい、あともう一つありました。安倍政権を倒したいです。はい、戦争法もそうですが、それ以外の派遣法、介護報酬引き下げだったり、あと生活保護の切り下げですね、もう本当に許せない。で安倍政権新三本の矢とかってなんか抜かしてますけども、僕たちには僕たちの経済政策、オルタナティブの経済政策が今ここでできました。それが上げろ最低賃金、それと中小企業への支援をしろということなので、ぜひこれを盛り上げて安倍政権をぶっ倒したいと思ってますので、今日はよろしくお願いします。はい、じゃあちょっとコールの練習に行かせていただきます。
はい、コールの練習します。説明しないと多分できないコールが2つぐらいあるので、ちょっと説明をしたいと思います。1つはですね、最低賃金1500円上げろっていうので、その後上げろって皆さんが言ってください。すいません、リズムが違ったみたいなのでもう一回言います。最低賃金1500円上げろ上げろみたいな感じです。もう一個は、僕が Money for Life っていうので、皆さんが Not for War って言ってください。だから Money for Life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 さて賃金1500円上げろ上げろ上げろ、最低賃金1500円上げろ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 、最低賃金今すぐ上げろ上げろ、最低賃金今すぐ上げろって言ったら、そのまま同じことを繰り返してください。特殊なコードは今説明した2つだけです。最低賃金今すぐ上げろ、最低賃金今すぐ上げろ、最低賃金今すぐ上げろ、Yeah.
じゃあちょっと2列で 4列ですね。で、並んでいただいてもいいですかね。こっちから出るので、で、プラカードの人らを全部前にしたいんですよ。なので前に来てもらって、あの枝付きのプラカード持ってる人。
働いてお金を稼ぐことです。じゃあ僕たちが生きるために必要な仕事の量どれぐらいでしょうか。生きるために必要なお金の量はどれくらいでしょうか。10月から東京の最低賃金は時給907円となりました。果たしてそれは妥当でしょうか。時給1000円で働くとすると1日8時間週5日働いたら月収は16万、夏休みのような長期休暇は一切なしで年中同じペースで働き続けたら年収192万です。200万円にも届いていません。どこの地域であれ最低賃金で働く人はそれより少ない賃金しか得ていないということです。稼ぎが少なければどうするのか。もっと働くのです。勤めている職場での労働時間を長くしたり別の職場にも勤めてダブルワーク、トリプルワーク状態になるのです。そうならざるを得ないからです。だけどもっと働けば僕たちはより良い生活が送れるのでしょうか。働けば働くほど心身の疲労を増し、それを回復させるための休養に充てられる時間も少なくなります。その結果体を壊したり精神を病むことにつながってしまいます。学生の場合学業との両立が難しくなるなどの弊害もあります。学生はバイトをしないで勉強すべきだという大人もいます。確かに十分仕送りをもらった上で娯楽のためにお金を稼ぐ人もいるでしょう。しかしそうではない。家族から仕送りももらえず、場合によっては学費すら出してもらえず、学生ローンを借りるのを避けるためにひたすらバイトをしなければならない人もいます。大学に通うために学生として生きるために学業を犠牲にしなければならないのです。なぜ最低賃金での労働が問題になるのか。それは今多くの人が非正規雇用下での労働で生計を立てているからです。就職氷河期を経てもはや僕たちは新卒一括採用でみんなが企業に非正規雇用される社会にはいません。全労働者の中で非正規雇用の人は4割です。非正規雇用は働くスタイルとして一般的になってきました。その中で非正規の仕事のみで生計を立てなくてはいけない人がすごく増えています。ちょっとした小遣い稼ぎではありません。生きるために働くということです。だけど生きるために命を削って働く必要はないはずです。幸せに生きるために最低限度を下回るような生活を送る必要はないはずです。だから僕は最低賃金は時給1500円であるべきだと思います。実際そうなるまでの道のりは短くないかもしれないけど、働く人たちの負担を減らして生活に苦しむ人がより良い生活を送ることができるかもしれないのであれば、こうやって最低賃金上げのデモをする意義があると思います。恋人と美味しいレストランでデートをしたい人、友達と辛いラーメンを食べたい人、新婚で新しい家が欲しい人、子供ができたから車を買いたい人、勉強のためにたくさん本を買いたい人、いろんな人がもっとお金があったらいいのにと思うことがあるでしょう。もし今たまたまスピーチを聞いているあなたにそんな思いがあるのであれば、ぜひこのデモの列に加わってほしいです。そんなあなた一人の歩みがいつかきっと本当の貧しさの中、飢えの中、絶望の中で苦しむ誰かを救うことにつながるからです。遠くない将来その未来が来ることを祈りましょう。その未来を勝ち取りましょう。ありがとうございました。中小企業に税金使え。
ナチュラルローソン時給を上げろ。コンビニ店員は怒ってるぞ。時給が低くて怒ってるぞ。朝から晩まで働くぞ。晩から深夜まで働くぞ。いつ寝たらいいんだ。時給が低い。自分の寝る時間まで割いて長時間働いてる。コンビニ店員は怒ってるぞ。時給が低くて怒ってるぞ。ローソンは時給を上げろ。セブンも時給を上げろ。コンビニで働いてます、清水と申します。朝から晩まで働いて、深夜も働いて、翌朝も働いて、それでも時給が低いです。時給が低いということは食費も削らなければいけない。値引きシールの貼っている値引きシールのある商品しか買えない。食べるものが制限される。寝る時間も夜遅く、朝早い勤務では全く寝れないで勤務する。コンビニ店員は寝る時間も割いて、自分の食べるものも選べず、寝る時間も食べるものも選べず生活している。こんなに働いてるのに自分の寝る時間も食べるものも選べることができない。自由に選べない。これがコンビニ店員の実態です。働くものも働くことも暮らすことも一生懸命やりたい。生活も暮らしももっと豊かになりたい。そのためには時給を上げろ。コンビニ店員は怒ってる。ローソンもセブンも時給を上げろ。ついでにドトールも時給を上げろ。これから多くの社会に出てくる若い人のためにも、暮らしやすく働きやすいために、私は皆さんと声を上げる。これからもお願いします。一緒に声を上げましょう。
手というのか、これまでの人生で失敗したからってまるで罰を受けるように先の人生報われてはいけないというのか。私が求めているのは贅沢な暮らしなんかじゃなく、たかが数百円程度の買い物を躊躇しなくて済むような、そんな普通の暮らしなんですよ。私たちの裁判が求めている時給1000円が高いのか。フルタイム労働の場合、せいぜい月に15万、16万、そういう世界です。これは高いですか。企業の存続が危ぶまれるほどの金額ですか、これが。最低賃金裁判において、国側はこんな程度の金額の要求に対して、企業の支払い能力を理由に必死の抵抗を見せてます。言い換えれば、この程度の賃金も支払う能力がないと国は企業の能力を断じていることになります。本来なら企業の経営者も怒るべきなんですよ。こうしてバカにされてるんですから。当然それ以上にバカにされ、ないがしろにされてるのが私たち労働者じゃないですか。この程度の賃金支払い能力が企業にないなんて、誰がそんなバカな話信じますか。私たちは企業と違って何ら恥じることはありません。私たち一人一人は力を持たない一市民として、労働者として、当たり前の生活をさせようと当たり前の要求してるんですよ。バカにするなって怒ってるんです。何を誰に対して恥じることがありますか。ご通行中の皆さん、そしてネット中継でこのテーマを視聴している皆さん、国の最低賃金に対する考え方、先進国中では文字通り最低のこの最低賃金、それについて調べてみてください。考えてみてください。先進国では1200円、1300円、そんなの当たり前です。私たちが1500円求めたからって何がおかしいことありますか。皆さん、私たちと一緒に歩いてください。声を上げてください。もう一度言います。それぞれができることを、できる方法で主権者として国に訴えてください。私たちは主権者です。普通の生活をさせようと国に対して命じるのは当然の権利です。そして普通の生活をする保障を、他の先進国並みのまともな最低賃金を勝ち取りましょうよ。皆さん、勝ち取りましょう。普通に幸せにする、普通に幸せに暮らす権利をみんなの力で勝ち取りましょう。頑張りましょう。ブラック企業はさっさと消えろ。ブラック企業は
さっさと消えろ。ブラック企業はさっさと消えろ。最低賃金1400円上げろ上げろ。最低賃金1400円上げろ上げろ。最低賃金1500円上げろ上げろ。最低賃金1500円上げろ上げろ。派遣法改悪絶対反対。派遣法改悪絶対反対。派遣法改悪絶対反対。下げろ下げろ。下げろ下げろ。Thank you.
私たちはこんな苦しんでいるのか分からない。若者も生活保護受刑者も障害者も消防車来ます。消防車後ろから来ます。その全員にならなくて変えなくてはいけません。そのために8時間働けばそれなりに個人が自立して生きていくことができる、そういう賃金を働くすべての人たちに保障することが必要だと思います。みんながそんなにタフにならなくても普通に8時間働けば普通に生きていける社会、そしてそこにいる人たちが寛容になれる社会を作るために、まず最低賃金1500円が必要です。安倍政権はこれと真逆の道を行こうとしています。安倍の新自由主義政治は貧困と格差をさらに拡大し、さらなる対立を生み出そうとしています。これは潰さなくちゃいけません。大企業のための新自由主義政治、ブラック資本主義をぶっ潰して、僕たちのための政治を僕たちの手で掴み取らなければいけないと思います。そのために怒り続けていきましょう。多分怒りの先に希望があるのだと思います。怒りを媒介しない希望は空虚です。このデモは怒りが希望と結びつく、怒りが集まって希望が生まれる、そういう場だと思います。公正な社会のために怒り続け、そして希望を生み続けていきましょう。これでスピーチ終わります。ありがとうございました。最低賃金今すぐ上げろ。最低賃金今すぐ上げろ。最低賃金
加減崩壊や絶対反対、消費増税絶対反対、消費増税絶対反対、憲法25条を守れ、公園の中で流れ解散になります。こちらで回収してます。
いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。お持ちいただいたご覧のお客様、これで流れ解散になります。皆さんお疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございます。プラカードはこちらでご用意します。車のデコレーションだったりね、結構お金かかってますので、お願いします。全員ともカンパ隊がいますので、全員カンパの方よろしくお願いします。お貸し出しでプラカードをまた、今後もやっていきたいと思ってます。よろしくお願いします。ありがとうございます。お貸し出しプラカードこちらで開始します。お貸し出しプラカードこちらで開始します。お願いします。カンパお願いします。カンパもお願いしてます。車のデコレーションなどでかかってますので、ぜひ、少しでいいので、カンパ袋持ってる方がいますので、よろしくお願いします。赤字です。赤字になってます。はい、カンパよろしくお願いします。皆さんお疲れ様です。これで流れ解散になります。今日はご参加ありがとうございました。また今後もやっていきたいと思います。お願いします。お疲れ様です。車のデコレーションなどで何かかってもできたら、カンパの方を、少なくでもいいのでよろしくお願いします。皆さんお疲れ様です。これで流れ解散になります。今日は本当にご参加ありがとうございます。車のデコレーションなどでお金がかかってたりするので、乾杯、また乾杯袋を持った方が、回ってますので、よかったらお願いします。